ってたらどうしよう。はあ、あっちにあるっていう僕の肉体は栄養取ってないんだよ。そんな体に戻れたとしても。兄さん、ウェビー。うわー、何をする。え、あ、すみません。キューの分の大事なミルクだったのだぞ。私はこのホットミルクを飲まないと眠れないのだ。こんな気分じゃ今宵の夜先もうまくいくかわからんな。ナイス、着いたよ。ハルジュン、起きて起きて。大丈夫ですか。はい、いつものことだから。無理、もう二度と列車には乗んねえ。情報が確かならこの町にサラマンダーがいるはずだよ。行こう。なんやパッとしないカレーあるな。私、芋とか野菜がドロドロにルーに溶け込んだ田舎カレーが好き言うとやる。うっぜーよこいつ。なんで関西弁。ドロドロが好きならご飯にスライムかけてすってらい。カレーは玉ねぎが黄金色になるまで炒めるのは基本ある。半端な気持ちで作らんといて。まあ、お前を黄金色になるまで炒めてやろうか。あー、電子レンジでチンして爆発させたのか。嘘だったら殺すわよ。嘘じゃねえよ。ということにより忠誠を誓ったのだから、ご褒美は必要よね。いい箇所だけだからね。ご主人様の体、いい箇所だけ好きなとこ触ってもいいわ。必要より不可能だな。何？一つはお前がバカなこと、二つはお前がすごくバカなこと、三つはお前が限りなくバカなこと、四つはお前が宇宙革命的にバカなこと、そして五つ目が。もういい、死になさい。早く。雲平先生。先生が乗ってくれなきゃ僕どこにも行けないよ。なんだ、本当に苦手だったんだね。悪魔だ。どうしてそんなにメロンパンが好きなの？それは。それは？教えない。父親なんぞ、ちぎって蒸して、モルグに捨ててやった。アピールタイムやってやる。おい、それ持ってこい。